今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは統一教会についてでございます。2022年7月、日本で最もホットな話題の一つと言っても過言ではないわ。名前は聞くけど、実はどういうものなのかよく知らないんだぜ。今回は統一教会の簡単な解説をしていきます。では、早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。統一教会とは、世界平和統一家庭連合の旧略称で、1954年に韓国で生まれた新興宗教です。教会ってくらいだし、キリスト教系の宗教なのか？文化省が発刊する宗教年鑑ではキリスト教系の宗教に分類されていますが、仏教、儒教、道教など諸宗教の影響を受けたオリジナルのものですね。なんだ、歴史のあるすごい宗教とかそういうのではないのね。教祖であるムン・ソンミョンをメシアと崇めており、当のキリスト教会からは異端愛教、要するにカルト教団として扱われ、キリスト教系の教団とは認められていないのが実情です。統一教会側が自称しているだけってことか。カルト教団ってろくなイメージないけど、どうなんだ？カルトは他人との衝突を生みやすい宗教ですし、問題が起きることも少なからずありますね。日本でいうオウム真理教やその後継団体のアレフにも通じる共通点も少なくありません。うさんくさいわ。共通点ってどんなものなの？まずは金銭トラブルが多いことが挙げられます。統一教会は霊感商法が有名で、時には社会問題にさえなったこともあるんですよ。ちょっと考えれば変だってわかりそうだが、意外と引っかかるもんなんだな。ただの壺をその価値に見合わない非常に高い価格で購入させるくらいなら優しい方で、時には借金をさせてまで信者に高額な献金をさせるのです。そんなに献金しないといけないの？統一教会の経典原理公論の韓国版には日本は悪魔の国であるとしており、日本の統一教会信者は莫大な献金のノルマが課せられるんだとか。意味がわからん。統一教会の資金は潤沢ですが、その7割は日本の霊感商法などから捻出されたものなんですよ。まんまと引っかかる人が絶えないなんて笑い話だわ。笑えないけどね。なんでそんなしょうもないものに引っかかるんだ？統一教会が信者を増やすために活用している主な手法は、マインド、コントロールです。たまに聞く言葉だけど、マインド、コントロールって何なの？マインド、コントロールとは簡単に言い表すならば、価値観の支配とでも言うべきでしょう。なるほどな。価値観が変わってしまえば多額の献金も躊躇なく、するようになるかもしれないぜ。でも、普通そんな刷り込みされる前に逃げちゃわない？そう思いますよね。統一教会に限らずカルト宗教の典型的な手口なのですが、勧誘して入信させるのが先で、刷り込みはその後に行うのですよ。そこの順番を逆にするなんてこと、できるかしら？統一教会の関係者は、教義の内容や自分が統一教会の人間である、ということは隠した状態で教団に勧誘します。何も知らない一般人を集めて、あれこれ話して入信させるんだな。誘導はセミナーであったり、夫人に鑑定士と偽って声をかけたり、意識調査アンケートという名目で声をかけたりなど様々で、一昔前は手相の勉強として呼び出したりすることもありました。こわ、街中でのアンケート頼まれたら全部無視するようにしないと、それは極端すぎる気もするが、ただ、何にでも多少の警戒心を持つのは悪いことじゃないかもしれないぜ。このように教団への入り口を巧妙に隠し、最後の最後までそこが統一教会だということを隠して、入信にまで誘導してしまうのです。先に退路を断ってからマインド、コントロールに移行するということかしら？そうですね。入信に成功した次は、自身が統一教会の人間になったことや、統一教会の教義の内容などを段階的に刷り込み、特定の恐怖の対象を与え、最後に恐怖の対象から逃れる手段を与えていきます。恐怖って、例えばどんなものがあるんだ？2020年2月、信者から違法な勧誘を受けた額の献金をさせられたとして、東京都に住む元信者の60代女性が統一教会とその信者に、損害賠償を求める裁判を起こしました。結構最近の話ね。女性は信者から亡くなった夫や長男が地獄で苦しんでいる、という不安や恐怖心を煽られ続けており、彼らを救うために多額の献金を求められたと言います。亡くなった方を利用するなんて、卑劣なやり口だぜ。この献金要求は社会的に相当な範囲を逸脱した違法な行為と判断され、東京地裁は統一教会とその信者におよそ470万円を支払うように命じました。裁判は公平に行われていることが分かって、ちょっと安心したわ。
このように統一教会に対して起こされた裁判は、1986年に初めて提訴されてから2006年までの20年間で100件を超えており、教会側の責任を認める判決が確定した裁判は10件を超えています。100件以上提訴されているのに、教団側が敗訴したのは10件ちょっとくらいしかないのか。80件以上が和解、という決着のつき方をしていますね。ほとんどが和解で済んでいるということなのね。過去に累計32億円もの献金を行った資産家一族の男性が、教団に19億円の支払いを求めて提訴したことがありました。教団側が60回分割でこれを支払うことを条件に和解したという例もあります。なるほどな。判決が下る前に和解してしまおうということか。統一教会の持つ特徴は他にもあり、最近注目を集めているのは合同結婚式でしょう。結婚式の新郎と新婦は一人ずつってイメージがどうしてもあるわ。複数組が同時に結婚するなんて、私の価値観だとちょっと理解できないかも。合同結婚式は統一教会にとって非常に重要な儀式で、年に一度ほど韓国で行われます。年に一度じゃないこともあるんだな。韓国人、日本人はもちろん、ヨーロッパ、アメリカなど世界中から、新郎新婦が集まって結婚式を行いますが、日本人だけでも1000人以上集まるんだとか。日本人だけでも500組できるということか。ちょっと見てみたい気もするな。韓国の結婚式は日本でのそれよりも派手に行う風習があります。アーティストを呼んでライブが行われるのも珍しくないため、日本で行う結婚式とは少しイメージが異なるでしょう。日本でもいろんな結婚式が行われるようになってきたけど、ライブまで催すような式はないか、あっても少ないでしょうね。他に何か特徴はあるの？統一教会の合同結婚式では、当然信者同士が結婚することになります。しかし、結婚相手を決める権利は結婚する当人たちになく、教会側がマッチングするようですね。自由恋愛できないってことだろ？お見合いや家同士の結婚が主流だった昔の日本みたいだな。韓国人男性と結婚し、韓国で暮らす日本人女性の信者は2004年の時点で、7000人ほどいるんだとか。自分が信じた宗教のためとはいえ、慣れ親しんだ日本を離れて、見知らぬ人と結婚して、ストレスになったりしないのかしら？教会内でマッチングした夫婦の出生率は 2.1 と非常に高く、離婚率は 1.7% と、こちらは非常に低くなっています。3組に1組は離婚するなんて言われる時代に、離婚率 1.7% と聞くとすごいことだとは思うぜ。また、信者同士が結婚して生まれた子供は祝福2世と呼ばれ、両親や両家の期待を一身に受けて生まれてきます。この2世こそが統一教会の肝とも言えるでしょう。それはどうして？両親の宗教的期待を背負った祝福2世の子供たちは、両親と絶縁でもしない限り、統一教会の信仰から離れるのが難しいのです。一度入信し結婚まですれば、信仰に縛られるのは自分たちだけではありません。生まれながらに宗教的な教育を受けるということか。さて、統一教会がなぜ今世間の注目を集めているのかというと、2022年8日、奈良県奈良市の近鉄西大寺駅前で起きた安倍晋三元首相の、銃撃事件で名前が見られるようになったことが理由となっていますね。日本どころか、世界中が大騒ぎになったわ。街頭演説を行っていた際、奈良市在住の山上哲也容疑者が作った自作の銃で撃たれ、奈良県橿原市の奈良県医科大学附属病院に搬送されましたが同日17時3分、失血が原因で命を落とした事件です。確か、安倍元首相に対する個人的な恨みがあったわけじゃなかったよな。はい。山上容疑者は、特定の団体に恨みがあり、安倍元首相と団体が繋がってると思い犯行に及んだ。と供述しています。安倍元首相の政治信条に対する恨みなどではないようですね。その特定の団体というのが統一教会であるということなの？なんで山上容疑者は統一教会に恨みを持っていたんだ？山上容疑者が小学生の頃から、母親が統一教会の信者としての活動を始めたことが原因です。1991年頃から活動を開始して2000万円を献金、間もなくさらに3000万円を献金しました。1990年初頭だったらバブル経済時代でお金がある家庭もあったんでしょうけど、それにしても短期間で合計5000万円は気前が良すぎるわ。この献金の原資には、山上容疑者が4歳の時に自ら命を絶った父親の生命保険金があります。また、1998年には母親の実父が亡くなり、実父から相続した自宅などを売却した資金も充てました。そんなにポンポンお金を使っちゃって生活の方は大丈夫だったのか？
山上容疑者の実家は経済的に困窮します。山上容疑者の叔父が経済的な援助を行うなどもしましたが、お金を渡すと母親は献金してしまったんだとか。食べるにも困ったんじゃないの？山上容疑者の兄が叔父に食べるものがないと連絡するようになり、献金されないようにするために缶詰などを送っていたようです。子供たちを鑑みない家庭だったということだよな。なんでそんなことになってしまったんだろう。叔父によれば、母親が活動を始めたのは夫が自ら命を絶ったショックのほか、母親の実兄が交通事故で亡くなったり、母親の実母が1982年に亡くなったことにもショックを受けていたんだとか。親族が亡くなるショックは計り知れないのはわかるぜ。しかし、子供もいるんだから立ち直ってほしかったな。山上容疑者が統一教会を憎んでいるのはわかったわ。でも、安倍元首相を手にかけた理由は何なの？安倍元首相は信者だったのかしら？統一教会は政界とのつながりも強く、安倍元首相の祖父である岸信介元首相、父である安倍晋太郎元外相とも関わりがあったとされていますが、安倍元首相自身は統一教会とは距離を置いていたといいます。じゃあますます襲撃される理由がないじゃない。距離は置いていたとする一方で、2021年9月に統一教会系の団体である天宙平和連合の集会にビデオメッセージを送るなど、完全に関係を断ち切れていない側面もありました。そのことを知った山上容疑者が犯行を決めたということか。たとえ安倍元首相が関係を完全に断てていなかったとしても、銃撃していい理由にはならないと思うわ。もちろんどんな理由があっても人を銃で撃つなど許されることではありませんし、岸元首相によって統一教会が栄えたという認識も誤っていると言えるでしょう。統一教会への憎しみが大きくなりすぎて、もう一人ではどうしようもなかったということなのかもな。山下容疑者は祝福2世ではありませんが、親が特定の宗教に入れ込んだ結果苦しむ、宗教2世問題の当事者であったことは明白です。彼の犯行が許されることはないし、全部2世問題のせいだというのも、おかしな話かもしれないが、これまで見過ごされてきた問題であることは間違いないぜ。オウム真理教事件に関する報道が落ち着いた頃から、大手メディアは宗教団体について報じることを避けるようになりました。あんまりネガティブな報道を行うと各団体からの抗議がものすごいですからね。それがこんな事件がきっかけで注目されるようになるんだから、ちょっと皮肉よね。せめて同じように苦しむ人が減ってくれるといいのだけど、同じカルト宗教の創価学会とかも2世問題があるよな。統一教会も芸能界に信者がいたりするんだろうか？教団の発表によれば日本国内には統一教会の信者が56万人いると言われていますが、密接な関わりのある芸能人の情報は、あまり多くありませんし真偽も不確かなものが多くなっています。実際の信者数は異なるのかもしれないな。一方で信者であることが明らかな人もいるのですよ。それが、1970年から1980年代に歌手、女優として活躍していた桜田淳子さんです。気まぐれヴィーナスをはじめとして、圧倒的な歌唱力で人気を集めたアイドルよね。桜田さんは1992年に合同結婚式に参加してしばらくしてからはテレビにめっきり姿を見せなくなりました。桜田さんも韓国に移り住んだから芸能活動ができなくなったのか？いえ、桜田さんの結婚相手は福井県に住む会社役員の男性です。CM の契約がなくなったり、子供の世話で手いっぱいになったなどの理由で、1997年には一切の芸能活動を休止することになりました。宣伝に宗教イメージつけたくないって企業も多いでしょうし、仕方ないわ。桜田さんは実家のある秋田県に帰省をすることも増え、介護施設で朗読のボランティアをするなどしていますが、家族は未だに、桜田さんの宗教活動を認めていないらしく、親族との交流もないようです。それもまた宗教が原因で一つの家庭が壊れてしまった例と言えるのかもしれないな。本日の紹介はこれで終了ですが、いかがでしたか？カルト宗教なんてバカバカしいと思う反面、心が弱ったらすがりたくなっちゃうのかな、と考えると、ちょっと怖くなっちゃった。宗教に人生や家庭を壊される人が少しでも減ってくれることを祈っているぜ。統一教会についてはさっぱり理屈がわからない、という人も多かったのではないでしょうか？ああ、今回は報道で多用される旧略称である統一教会を使用しましたが、現在は家庭連合と略称が改められています。本日も閉店させていただきます。ミルでした。